2003年の発表後、日本に入荷されたフランク・ミュラーの名品ミニッツ・リピーター・トゥールビヨン。分解の続きを見ていきましょう。で、一旦ここでこのトゥールビヨンを外したいと思います。普通の時計ですと、その時々の姿勢で進んだり遅れたりということがあります。1分間で1周させることによって進み遅れを、均一化する。いかに正確な自動巻きの時計であっても、ある時は進んでしまったり、ある時は遅れてしまったりと、その精度に誤差が生まれてしまう課題が長くありました。これは進みや遅れに関わるテンプなどのパーツが重力の影響を受けるためとされていました。そこで考えられたのがトゥールビヨン。時計の進みや遅れに関わるパーツ類を常時回転させ続けることで、重力による影響を最小限にとどめるという機構です。パーツ類は1分間に1周するスピードで回り続け、どのような姿勢でも正確に時を刻むことができるようになりました。そんなトゥールビヨンをいよいよ取り出していきます。ゼンマイをほどきます。でゼンマイがほどけたので、止まりますよね。したらズボッと外してきます。これ3本のネジで止まっているので、ネジを外します。こうやって外れましたので、こういう感じですね。これが1分間で1周くるくる回っていくっていう。ここからさらにトゥールビヨンを分解していきます。時計の心臓部と言われるテンプを取り外します。なるほど、テンプがトゥールビヨンの中にあるんだ。これでトゥールビヨンの分解が完了。分解されたこれらのパーツは後ほど洗浄します。この後はテンプのヒゲゼンマイの状態を一回見ます。ヒゲゼンマイといって、精度に結構重要な影響を及ぼす、振動とかの影響を受けやすいんで、正しくまっすぐ平らに軸に対して中心にあればあるほど精度がいいんです。これ問題ないですね。ここからは本体に戻り、ミニッツリピーターに関わるパーツを分解していきます。ちょっとこれが渋ってるので、洗浄しますね。渡辺さんが気になったのはパーツの抜け方。通常スムーズに抜けるパーツに違和感があったようです。このパーツの違和感、どういった影響があるのでしょうか。
ミニッツのこの打つ感覚が狂ってきたりするので、事前検査で気づいた音の感覚のわずかな狂いは、このパーツの引っかかりが影響しているとも考えられるそう。ここはちょっと油切れか、その油が少し固まってきてたりとかもするので。こちらは後ほど洗浄すれば問題ないそうですが、感触だけで原因を特定するなんてさすがですね。さらに分解を進めていきます。ゴング外しますね。時刻を音で知らせるミニッツリピーター、ハンマーがゴングを叩いて音を鳴らしますが、このゴング取り出してみると、まあこれがゴング、こんな形してるんだ。これは溶接されてるので、これ以上ばらけないですね。このベースの根元をハンマーで叩いてこの音を鳴らす。長さが違うので音階が違う。何時かを知らせる際に叩くのは青色の部分、そして何分かを知らせる際に叩くのが赤色の部分、それぞれ長さの違いで音階を変えているそう。だから音階が違ったのか、すごい。いやー、それにしてもパーツが小さい。フランク・ミュラーの時計が生み出されているスイスにある時計工房ウォッチランド。こちらではムーブメントはもちろん、先ほどのような小さなパーツまで全てのパーツを自社で製造できる環境が整えられています。職人が部品も全部自社工場で作って、で小さな部品までそのアトリエの人が組んでる。人ができる作業は人がやるっていう、その伝統を守っていくっていう部分もあるので、人がやってるのでやっぱり少しずつ誤差も出てきますし、でそういったところを経年変化でちょっと狂ってしまったものは人が調整し直してやっていく。ちょっと古いといえば古いですけど、昔はこうやって時計ってメンテナンスしてたんだなっていうふうに思っていただければ。フランク・ミュラーの時計には文字盤でいうとなんと10万種類以上のデザインがあり、細かい違いを加味すると同じ時計が他にないほどと言われています。この少量多品種の時計作りができるのも自社一貫製造のフランク・ミュラーならでは。続いて取り外すのもまた小さいパーツのようです。所定の位置に差しておく意味のバネがここに4本あるんですけど、めっちゃ細いんですよね。多分髪の毛以下かな。バネは動作したパーツが所定の位置に戻るように補助する役割があり、重要なパーツ。取り外した4本のうち最も細いのがこちらのバネ。どのぐらい細いのか測定してもらうと、100分の 4.5 ですね。え？ 0.045 ミリってこと？こんなパーツまで作れちゃうんだ。今ご覧いただいたように、このバネの
集合体なんですね。なので一旦あのリピーターってこうバラすと、その相互のバネのその干渉具合というかが絶対変わってしまうんですよね。なのであの元に戻しているようで、まあ、厳密に言うと戻ってなかったりするんで、それであの鳴りの具合とかが変わったりとかするので、結構行ったり来たり行ったり来たりしてしまう時もあります。不具合が見つかればまた一からやり直しということか。調整はまさに一進一退。これは職人泣かせだ。これで分解の工程は完了。およそ400個のパーツで構成されているうち、今回納品点検に必要なおよそ200個を分解しました。ここからは洗浄の工程。まずは揮発性の高いベンジンで予洗いをしていきます。あとはもうバスケットに入れて洗います。これでだいたい20分ぐらいの工程で洗い上げます。乾燥も含めてと、まあ、古い油がなくなってきれいに。洗浄している間に小傷のあったケースなど外装パーツを磨くポリッシュを行います。通常ポリッシュだけを行う専門の時計技師が在籍していることも多いですが、ここでは渡辺さんがポリッシュも行うようです。弊社のポリシーで1個の時計は責任を持って全部やるっていう。全部できないといけないですよ。だからレベル高いですよ。僕だけじゃないです。全工程を同じ時計技師が手掛けるのは、その時計を深く理解するため。個体ごとの特徴や癖を把握することができ、品質の一貫性が保たれるのだとか。ポリッシュの機械には研磨用の粗めの布、さらに仕上げ用の柔らかい布がついており、状態を見ながらこの布を使い分けて磨いていきます。これで部品とケースが洗い終わった感じですかね。これで洗浄とポリッシュの工程が完了。小傷もなくなって綺麗になってる。複雑な気候に対応していく技術の高さ、見応えあったな。この先も楽しみだ。